はいこんにちはです新年早々ですね出るより新たなノート PC が発表されました節数の前に発表しちゃおうっていう感じみたいですね早々に出ました今回の PC 個人的には結構好きな PC に仕上がってますね、まああの 数年前から結構出るってかっこいい PC ポン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 出していっているじゃないですか割としかもそれでもやっぱ出る価格というか安いというかねそういうの今回のももちろん最高スペックまですると20万ぐらいになったりはするんですけどでも10万円台から買えるものになってますから。 そこも嬉はいあの今回の PC は XPS の 13XPS13 13シリーズの最新モデルということで出てきたんですがまあ前のものと比べた時にまあ全体的なスペックとしてはですねやっぱまあブラッシュアップされたぐらいのものなんですよ全体的な構成としてはね。 だけどもやっぱり今回大きいのは4辺驚がく縁に仕上がったというところだと思いますまあ出るとしてはですねフォースサイドインフィニティエッジディスプレイということでなんかサムスンが名付けそうな感じのね <laughs> ディスプレイ名に仕上がってますけどえっ、ー、と前の XPS13 っていうのがですね13.3型であったのに対して今回ですね13.4型に大型化してます まあ、たった0.1の差ですけども、PC でいうと6.8%も画面が大きくなるというところで、まあまあですねおあの、大きなことになるのかなというふうには思います。で、ここまでですね、6.8%。 あのディスプレイを大きくしつつも全体的なですね筐体サイズとしては2%小さくしているというところも注目かなというところですね。まあ、ただあの画面の比率というかあのアスペクト比16対10なんですよまあそこがねあのやっぱ「あーって思う人もまあいるよなっていう感じにはなってます。 はい、えっ、ー、と一応解像度的にはですねフル HD プラスもしくは 4K プラスの解像度をそれぞれ選択できるように仕上がってるんですけどまあそうねまあ普通だよなっていうまあただその,その中でも 4K プラスっていうねあの高解像度のものも選択できるのはねまあ時代ですよねまあ個人的には別にあのフル HD プラスでもいいんですけど。 何かこうクリエイティブなこととかをやる方にとってはそれぐらいの解像度があってもねも、まあ、逆に言うともっともっと、ね、例えばその Mac で言うとあの外付けディスプレイというか 5K が違うな iMac でもあんのか 5K があるたりするじゃないですか。あのやっぱ 4K のものを作るにあたって 5K ぐらいの解像度がないと、ね、あのガチッと作っていけないとか。 そううい俺がね一応いろいろとこうデザインやってた時なんて全然 4K なんて考えられなかった時代ですけど変わりますな時代はね。うん、でしっかりとですね、まあ、HDR とかそこら辺もサポートしてたりするので、まあ、単純にあのクリエイティブなことをしないっていうしなくてもですよ。 作業をねしつつビジネス的な、ね、文章を作ったりとかっていうそういうもの簡易的なものしつつ何かしらの映像コンテンツを楽しむっていうところでもまあ全然できるといいものになってるというところになってますから安くてそういうものができる何でも使えるものとしてはだいぶいいものに仕上がってるなっていうふうには思います。まあその出る曰くですよ 出る曰くですけども、まあ、従来の11型のノート PC の占、まあ、めるその大きさというかねデ,ィスあのデスクのとこで占める、まあ、いわゆるまあフットプリントって言われますけど、まあ、フットプリントってまあ何ぞや占、ね、める,閉めるその面積みたいなもんですよそこにある。だから11型のノート PC の従来の11型ノート PC の,せそのデスクを占有するその大きさのところに この13.4、えー、型のですねディスプレイを搭載する PC として置けるようになりましたというところになってるのでまあ個人的には従来の11型ノーピット PC って何年前のそれ言ってんのっていうふうに思わなくもないんですけどもまあそういうアピールのされ方もしていたりしますというところですはいでここまでですね驚愕口のディスプレイを搭載した PC なのにじゃあそのウェブカメラですね内カメラ これはどこに搭載してんのってとこですけどもあの従来通りありこのベゼルの部分に搭載されてるそうなので、まあ、なんかそのファーウェイのメイトブックシリーズかななんかキーボードのね、まあ、あの一部のキーにカメラを搭載してもあのキーが自分たちピシンってピシンって開いて映すみたいなね、まあ、ちょっとその <laughs> ギミックとしては楽しみつつただ写りをなんか気にしなきゃ鼻の穴の中からこう,もう上向きだから鼻の穴を丸見えみたいな感じに映されるかっていうとそうではないとちゃんとディスプレイがにカメラがあるのであの鼻の穴を写されることは基本的にはないというところですかご安心をというところになっていたりしますで、まあ、今回ですね一応は小型化ということになってます2%程度。 なんんでですすけども厚みは増してるんですよだから幅と奥行きに関しては小さくなってますこの前の XPS13 シリーズよりもさらにこっちの方が今回の方があのこの幅と奥行きは狭くなってるんですけど厚さが若干増してますというところですねあと重さに関してはほんとビビったるところなんですけど最小構成の場合だと 30g とかそれぐらいかな軽くなってるのかな。でタッチパネル搭載もの ものにしてもあの従来のものよりちょっと 20g 重いぐらいになるだけっていうまあ今回だから全体的な軽量化はまあ、そこそこできているというとこでしょうねまあもととはいえ1.2キロちょっとぐらいの pc なのでまあ全然いいでしょうね全然いいと思いますよはい。 でその他のあのスペックに関してはですねまあ、先ほども言いましたけどもまあ,あの XPS13 の 2-in-1 のモデルを去年出したかと思いますけどもそことはそこまで違わないというところになってますただます、あ。 の CPU の世代が世代かそうあの変わってるというところでえっ、ー、と、まあ、前回のやつがコメットレイク第10世代ですねあそうか世代は一緒なんですけど第10世代で一緒なんですけど1 0ので製造されているアイスレイクに変わってると Corei7Corei5Corei3 のもので、えー、できると選択できるというところに仕上がってます。ええー、ランメモリーに関しては最大で三十二ギガまで増設できます。ストレージは最大二テラというところですね。で、外部端子に関してはサンダーボルト三が二つ搭載されていると、あの左右に一個ずつとあとは SD カードスロットかなっていう構成になっているので、あのー、まあ USB が減ってるっていうところですよね。 ええ、確か USB が何か1つ減ったんかなっていうところなんですよ。もともとモバイルノート用途がもう最近は色濃くなってきてますし「まあ、大概はもうクラウドでやっちゃってね」とかあのまあ、穴をね少なくすることの方が美しいみたいなね筐体はそういうふうになってるのが美しいみたいな兆候もあってそうなってるんだと思いますけども。 まあちょっと減らされるのはいくらそのなんだろうな拡張アクセサリーというかそういうものがまあ各、まあ、サードパーティーも含めていろんなのが出てきていてもう充実してるでしょっていうのはも,もちろんあるんだけども若干そこも残念だなっていうふうに感じなくもないかなというふうには思います。 だからさっき言ったディスプレイが16対10っていうところもあの普通にねオフ,ィオフィスで文章を作ってますとかそういう使い方しかし方と 使い方とかがメインの場合にはそんな気にならないと思うんですけど例えば何かプログラミングをしてますとかなもうちょっとそのなんかなクリエイティブなことでデザイン関係やってますとかその2次元のデザイン関係やってますとかそういう方にとっては3対2のやつの方が結構使いやすいのになって思ってる方もいるんじゃないかなっていうふうには思ったりします。 まあそうねまあ特にだからそのプログラミングとかねそのエンジニア系の人たちでしょうね、うん、た縦にそのもっと、ま、スクロール数が増えちゃうしやっぱ行動、ね、一画面でどんだけこの長さ見れるかっていうところにな、ね、ってくるからさそこの関してはちょっと選択肢から外れるっちゃ外れるよね。うん、まああのデルだと外部ディスプレイでさこの回転させられる。 やつがあるじゃないですか外部ディスプレイでこの普段普通常はこのね縦よ横長横長だけども、まあ、使う用途によってはこれをくるっと回転させて縦長に90度回転させて使うとかって出る <laughs> とかが結構先にやってたと思いますけどもまあそういうの使ってんのかなうん。まあ 100対10っていいうところの比率を聞いた時にそこら辺はちょっっと思ったんですよねそういう使い方してる人にとってはちょっとじゃあこれは選択肢のうちに入らなそうだなみたいなとこは思ったんですけど、うん、まあまあごくごく普通の PC の使い方をする人にとってはすごくいいものに仕上がってるんじゃないでしょうか、うんあの。出る自体が結構スタイリッシュな PC を結構出してきてるのもありますし。 これも個人的には結構かっこいいなって思います。あの裏側のねその、まあ、底面の底面の部分に関しても結構シンプルなデザインに仕上がってるしあとは今回のキーボードかそうっすねキーボードも結構縁のもう端の方までびっしり詰まってるって感じですね。でかつタッチ,タッチパ,パネルじゃなくて何だっけタッチパッド タッッチパッドも大型化されてるんですよね、まあ、あの今だと Mac のタッチパッドめちゃめちゃでっかくなってて、ね、あれなんですけど他のメーカーもね大型化はもうみんなやってきてますよね結構大きなものに仕上がってますというとこですで XPS13 だと前の去年出ているものの中にはマグネットでキーボードを作られてるのもあるんですね磁器で。 えと磁力を使って浮かせるキーをね押すでしょキーをキーを押すんだけどこれが磁力で浮いてるっていうものにしてたんですよ出るの一部のモデルで今回のものはあのシーザー機構だっけ、ね、要はこの XX ですよ X になってこう,こう沈み込むやつ中の,このキーボード機構としてそういう,こうものになってますからまああのなんだろうな <laughs> あまり最新のものにする必要もない部分ももちろんあるんですけど安定して使いたいからちょっと面白みは減ったかな <laughs> 使っていく中でキーボードが壊れるのも嫌なんだけど不具合を起こしたりするのも嫌なんだけどまあ昔からある椎崎子になったっていうのもちょっと個人的にあのときめき感は薄くなったかなっていうふうには思います <laughs> なんかといってその自,自力の方がいいかっていうと別に一概にもそうは言い切れなくってただ単に新しさというかねそこら辺を個人的に思ってるとこだけの話なんですけどねその子供の子供心みたいなもんですよなんかかっこいいよねそっちの方がみたいなや,るやれることは一緒なんだけど結局ねキー,キーを浮かせておくそして押し込んでも OK みたいな気候の、ね、それぞれの種類のだけの話なんですけどうん。<laughs> <laughs> 結局単純でには一緒なんですけどねまあ言ったらそのマックのバタフライ機構だって別に一緒っちゃ一緒なんだよねその用,用途というか目的っていうのはねそのまあもちろんその打ちやすさとかねそこら辺の好みに分かれたりはしますけども実際問題はそのアップルの,そのバタフライ機構も出て1世代2世代ぐらいはね何やかんや不具合も出てたりしたじゃないですか。 だから新しいものっていうのは必ずしもいいところには限らないんですけどまあ、安定してねシーザー気候なんていうのは昔からもう何年も使われてきてる気候なんでまあそんなに変なことは起,起こんないっていうそっちの方が大事かもしれないんですけどねどときめき感はちょっとなくなるかなっていうふうには思ったこれ勝手な勝手な俺のねあの意見ですよ意見というか思いですけども。 はい、そんな感じで今回出てくる出る x p s 1 3ですけどもなかなかあのシンプルなデザインにまとまってますしやっぱりその4辺共学縁っていうところがですねまああの縁なわけですよ、ね、そのほかのメーカーで4辺共学縁のノート PCK の出てきてはいますけども。 だそういうところで言うと安いモデルでこういうものが仕上がって出てくるっていうのは一つね2020年今回この幸先いいなっていうふうには思いつつまあその先で言うとまあ他にもですねこれが今度2イン1になってきたらどうなるのかとか。 またはその他かの、まあ、デルのモデルに対してどういうふうにこういう技術が波及していくのかっていうところもですねなかなか興味深いなっていうふうには思います。セスの前にね発表してきましたけどじゃあ「セスでは何をするのかっていうところもね何もしないのかな <laughs> こういうのを展示するだけかなあれなんですけどもねそこら辺もちょっと気になってきますよね。 元々もともと何年も昔はスマートフォンも作ってたメーカーですからデルなんかはねそういうところでもそのまあスマホとは言わずともタブレットと PC のなんかちょっといいとこ取りみたいなのがねまた面白いのが 2E1 とは別のアイデアみたいなのも出てきても面白いなっていうふうには思いますし。 なんかそういう新しさっていうものを今後ちょっと出るにも期待したいなっていうふうには,個人的には思ってたりします最近あのやっぱりですねゲーミング PC とかを見ていく中で出るの PC もちょこちょこ見てったりとかしていっているところでこうやって新しいものが出てくるとね あの選ぶ、まあ、実際にその全ての PC をもうスマホみたいにポン,ポンポンポン買っていけるかって言うとさ価格がやっぱりちょっと上がってきますからワンランクそんなことはできないものなんだしやっても仕方ないものではあるんですけどもあの気持ち的ににははワクワククしてていいいくなっていう,ふうには思います、はい、そこまで PC を追っかけてる人間じゃないんであのもっと細かいとこ見ていくともっと楽しい部分がもしかしたら今の段階でもあるのかもしれないんですけど。 ちょっとね、あのー、新年早々で新しい PC が出た時に何か割とスタイリッシュな PC を、ね、また出したなっていうふうに思ったので今回取り上げたというとこです。はい、ということで、まあ、施設がですね、まあ、あと1ヶ月ちょっとぐらいですか迫ってきてるというとこなんですけども楽しみな、ね、ガジェットニュース開幕というところかなというふうには思います。とということで また見てな。バイバイ。